ち着いて本来の自分たちのサッカーを取り戻していけるか。アジエルから坂本、アジエルが自分の前を刺した。坂本マウスをチラチラと見ながら、これは寺川に戻します。中には阿部入った、田原が入った、後ろ、いや これでまだわからない、ね、まあ、むしろ湘南の方が有利というかね、時間はあるし、これいけるっていう声が選手は強くなるでしょう。腕組みをしながらテクニカルエリアベンチに下がる反町監督の表情。菅野さん、また監督の心情は大きく今の言ってて変化したんじゃないでしょうか。反町監督としたらね、まずこの前半で一つ返せた流れとしては、自分たちに持っていけるだろうという部分は言えると思いますね。